おはようございます。釣り子 TV です。このね、荷物が届きましたよ。これね、なんとすごいんですけども、ガイドといえば富士ですよね。富士工業から2021年に向けて、こういった新しいものが続々と、登場するよっていうね、そういったものをね、送ってもらうことができました。っていうのもね、フィッシングショーの時にいろいろなメーカーとかいろいろなブースね、なんかネタはないかなーなんて言ってね、新製品撮影したりしていたんですけども、その時にですね、お知り合いになったその富士工業の方から、まあ来年ねフィッシングショーとかもないし、もしよかったら釣り子 TV の方で紹介してくれませんかなんていう感じでね、来年のね、本当だったら状況が状況だったらフィッシングショーとかね、そういったところで、登場するね予定だったものね、この動画宛てに送っていただきましたので、早速どんなものかね、見ていきたいと思います。はい、じゃあね、表の方はねちょっと住所とか書いてあるんで、これ裏側なんですけども、開けていきたいと思います。どういう感じかな、カッターで、じゃあ、端っこの方をサササササってね開けて、おーい、おお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 、あー、ダダダダー、あーすごい、お手紙付きですよ。釣り子 TV、田中浩一様ってこと、2020年、11月吉日ということで、はい、じゃあね、早速、見ていきたいと思います。はい、出てきました。早速ね、見ていきたいと思いますけども、新製品送付のご案内ということで、2020から、まあ来年2021年に投入の、新製品ということで、新リグスベル。リグスベルね、今年はね、いろいろ本当、プロの方とかがね、そのいろいろなアイデアで、こういう使い方がありますよとかいろいろ、紹介されていたりして、自分もね、実際釣りで使ったりしていて、うわ、これ便利だなぁなんて使っていたんですけども、あとは、マルチフックキーパー、そして、スライドフックキーパーっていうことですね。リグスベルはですね、2019年から2020年に発売の、好評な4種類に加えて、新たなニーズにお応えする3機種を追加っていうことですね。この3機種ですね、ちょっと後で見ていきましょう。そして、ロングセラーのですね、フックキーパー、EHKM の改良版マルチフックキーパーは、安心安全のダブルロックの新機構を採用しました。スライドフックキーパーはカラーの変更と、ゴムリング、3サイズ標準装備ということで、より便利により便利になっていってるよっていう、こういうところですよね。はい、こういう感じでね、各ね、商品の細かい説明のところなんていうのもありますので、見ていきたいと思いますが、まあフックキーパーとかはね結構でもあれ？これすごいな。まあ、ちょっと後で見ていきましょう。まずね、じゃあリグスベルの方から見ていきたいと思いますが、まずですね、この3種類が2021年に新しく登場してくるよっていうことで、ライト、スイングタイプね、ここのちょっと細かい部材が気になりますね。ライトスイングタイプと、フリーカシメタイプ、あ、これはコンパ、これ一番使うかな。ここね、ほんとカシメ部がね、小さくて、で、これはキュッとね、なんだろう、シンカーにやってこうペンチで挟んで自分なりの、好きな重りをつけやすいタイプっていう感じですかね。非常にシルエットがコンパクトに仕上がりそうだなっていう、こういうものと、そしてですね、パワースイングタイプっていうことですね。ちょっと、大きめなスイベルに便利そうな、いろいろつけやすそうなですね、スナップ部がついていてっていうことで、はい、このね3種類の、リグスベルが登場するよっていうことですね。バス、ロックフィッシュの、まあ、フリーリグとかにね使いやすいよっていうことで、まあ、ここに
リング部がね非常に滑りのいいリングが採用されているので、これを糸に通してそれでもって重りをつけると、こうフリーリグね、スーッとね重りが先行して動くような、まあキャロライナリグであるとか、まあそういったのをね、使う時に非常に便利なねものということで、リグ滑りありますけども、来年はねこの3種類が新たに登場するっていうことで、計これでだから7つぐらいのリグスベルがね、できてくるっていうことになるので、自分の釣り物とかね、あと仕掛けに合わせていろいろと、組めるんじゃないかなって、こういったところですね。はい、というわけでね、よく使うねこう重りね持ってきてみました。早速ねこのリグスベルつけていきたいと思うんですけども、これが一番自分なんかは使いたいかななんていう、すごいコンパクトなね、リグスベル、フリーカシメタイプですね。これをね早速開けてみたいと思います。結構ね細かいものなので、慎重になくさないように。はい、まあ小さなね部品ですから、ちょっと映ってるかな、シンプルね。でもね細かいですね。ここはこう滑りのいいリングがついていて、その下にねこうかしめられるようなね、こういったパーツね、これがあって、じゃあ早速1個ね作ってみたいと思いますけども、はい、このかしめられるところに藍を入れて、こんな感じですかね。でこれで、ここをキュッと締めるわけなんですけども、まあペンチ何でもいいと思うんですけど、自分こういうよくスピナベ作る時とかに使ってるこれで締めてみようかな。このところをこう押さえてかしめる、はい、キュッと、はい、かしめられました。ということでね、これをつけると、はい、ほんとねこのシンプルなちょんとしたパーツなんですけども、非常にこうシルエットコンパクトに、フリーリグシンカー用のこういったリグね、重りができました。はい、でね、まあちょっとこう糸を用意してみたんですけども、リグ滑るとはそもそも何ぞやっていうことなんですけど、こう道糸にこう通すじゃないですか、リグが滑るね。まあフリーリグですよね。こう投げてポチャーンっていって仕掛けがふわーっと後ろからついていくね。ポチャーンと落として仕掛けが後ろからふわーっとついていく、こういったフリーリグとかに、使いやすいよっていうやつなんですけども、イメージ的にはまあこの別にリングつけないでも、例えばこういうラウンドアイのものであれば、まあリグスベルつけないでこれでいいじゃん。ね。一番最初のフリーリグってこうでしたよね。うん。で、これは前回のフィッシングショーの時の富士ブースなんかでもこう実験のね、水槽があったんですけども、この直接なんだろう、ここの藍に通すやつより、やっぱりね、こう富士工業のこのすごい滑りのいいリングをつけてフリーリグを組んだ方が、よりストンってね、こう、スッて糸の抵抗とかの摩擦が少なくなるので、スッて重りがね、先行して入るようになるんですね。まあ、その、まあ、使い分けでもいいと思うんですけど、まあ、よりスッてこう、重りが先に先行して、そして、狙いのアクションというか、誘い出しに移行することができるっていうことで、非常にまあ滑りが良くなるし使いやすくなるよっていうね、こういうね細かいね部品なんですね。でこういったすごいねつけていてもね、ほんと違和感がないというかね、こんな感じで装着することができるので、例えばまあこれなんかここにスイベルがついてますけども、スイベルがついていないタイプの重りとかにもこのフリーカシメタイプのものをですねつけることによってスッてね通るような、そんな仕掛けを作ることができるっていう感じでしょうか。はい、でね、じゃあ次ね、パワースイングタイプ、これをねちょっと見ていきたいと思います。パワースイングタイプのリグスベル、これも、来年にかけてですね新しく登場するっていうリグスベルですが、どうだろうどうだろう。はい、
ちょっとね、丈夫そうな水ベルについていて、でやはり滑りのいいリングが装着されたアイの部分が準備されていて、でこれにですね、このところにこのスナップアップにアイをパチンと通して、でロックする。はい、今度はねこういう感じのね、ちょっとストロークありますね。ただここのなんだろう、スナップ部分が比較的、大きめな、なんだろう、重りとかにも対応してくれるのかななんていうことで、そうですね、例えばロックフィッシュとかで、ロックフィッシュとかだと本当海とかなんで、すごい深いところにちょっと重めの重りね、これを装着して入れ込むことがあるよなんていうことがあると思うんですけど、そんな時にさっきのカシメタイプなんかより非常にセットしやすいんじゃないかなっていうね、こういう感じですね。そうそう、今ね小さな重りね、バス用のやつでやったんですけど、結構ね海のロックフィッシュとかで直リグとかフリーリグ組む時って、こういうですね 28g あったり 21g あったりとかね、少し大きめのシンカーをちょっと準備していくことがあるんですね。そんな時は、今の感じの、ちょっと待ってくださいね、これ28g あって、あ、でここら辺がスイベルとかではないのでっていうね、こういう感じの重り、こんなのね海でよく使うんですけども、そういう時にこのタイプいいんじゃないかな。今ねちょっとこの小さいのつけてね、これぐらいのだとこういうフリーカシメタイプで、さらにここを動かないようにしてってあえてする場合があるんですけども、イメージ的には今次に開けたですねパワースイングタイプは、あ、こっちだな多分な、こっちこうつけて、はい完成。あ、イメージ的にはこっちの方が良さそうですね。ちょっと大きめの重りとかで、まあここがスイベル式じゃないよなんていう時に、まあこれをつけることによって、まあここがまず、まあ回っても回らなくてもって思うかもしれないんですけども、例えば、回転という動きをね、まあ絡みづらくしたり持たせることができつつ、あとここの、保持するスナップ部が少し大きいのでね、こういった感じでやって、でやはり使い方として、まあ自分の場合は海のフリーリグとかでちょっと深めのね、ロックフィッシュ狙う時とかなんかに、はい滑る風っていうね、ダンね、こういう感じのフリーリグね、組む時に使うようになるんじゃないかな。はい、パワースイングタイプっていうのを開けてみましたよ。そして、じゃあ最後はですね、こっちですね、ライトスイングタイプ、さっきのが、パワースイングタイプに対して、あ、こっちがねライトスイングタイプっていうことなので、ちょっとこれも開けてみますね。はい、出てきました。さっきのねパワースイングタイプに比べて、だいぶね細いね、こういったスナップ部分がついております。で、あ、つけるのも簡単そうですね。こう開く手間とかもなくて、このほんとシンプルな形状なので、ここの針金の部分にカチャン、あ、もう速攻でセットできた。こういう感じの今度リグ滑るですね。ちょっと繊細なフリーリグを組みたい時とかに、あ、これ簡単に、まあ重りのセッティングが本当ワンタッチね、はい、こんなワンタッチだから、これすぐ重りの重さ変更したいよなんていう時には、この、ライトスイングタイプいいんじゃないかなっていうことで、はい、出揃いました。まあこういうライトスイングタイプ、そしてパワースイングタイプね、そしてフリーカシメタイプ、こういう感じでね、3種類のリグスベルが、2021年には、増えるよっていうことで、ワームフックの、直付けや、こだわりの、スプリットリングやスナップシンカーと組み合わせ、オリジナルの、リグスベルを製作できるっていうことで、結構ですね、こんな感じで説明書がついているので、まあ、ここら辺の説明書とかで、研究しつつね、いろいろ、あー、
これはね、ちょっと細かい秘密の情報がいっぱいありますよ。はい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 、はい、あでこういう仕掛けで使ってねっていうことで、何をフリーにする使い方はアングラー次第っていうことで、だいぶ充実のラインナップになってきますね。ほんとちょっとした差をね、積み重ねていく、まあ、釣りの大会の時なんかにここら辺、ね、どれ使うかとかどういうリグ組むかっていうのがね、必要になってくる。あで説明が書いてあるんで、まずねこれがね、パワースイングタイプリグスベルシリーズ最大のリングと、ラウンド型スナップを採用したローリングタイプ、太いラインを使用した、強固なタックルでパワーゲームを制するためにっていうことで、あこのリングの直径も大きいから、まあ、例えば太い糸を使う時なんかもより、リグ滑る、してくれるし、あとはいろいろな方向に回転するっていうところで、まあパワースイングタイプっていうことなんですね。他の説明もちょっとじゃあ気になるから見ていきたいなと思いますけども、ライトスイングタイプですね。この付け外しが一番簡単だったタイプ、水切れの良い、直結型スナップを採用し、動きが、出やすいリグ滑る、ね、軽量かつ、細く長いシルエットにより動きのあるスムーズかつナチュラルなアクションに対応っていう、ね、こういうねリグ滑るなんですね。で、実際に自分がバス釣りなんかで一番使いそうな、あこれだな、こっちですね、オレンジ色のパッケージ、これがですねフリーカシメタイプで、カシメタイプを採用し、シリーズ極小設計プロ仕様タイプの、リグスベルということで、ワームフックの直付けやこだわりの、スプリットリングやスナップシンカーと組み合わせオリジナルのリグスベルを、作成できる。カシメ部分に、ビード加工を施すことで、強度アップするとともに、内面の R 形状によりシンカー等の動きをスムーズにっていうことで、このね説明書きが書いてあるんですけども、ビード加工をすることによって、カシメの強度をアップしたよって、まあ、ちょっとこう R を持たせることによって、強度アップね、ここら辺はやっぱりあの富士工業といえばガイドのね、なんだろう、細くて、丈夫なね、なんだろう、ガイド部分とかをいっぱい作られているメーカーなので、このちょっとしたね、ほんと目で見て見えるか見えないかのちょっとした R なんですけども、この R をこの細かい部材に丁寧に持たせることによって強度がアップしてるよってね、ここはね本当これね、まあ、さっきから使う使うなんて言ってるんですけど、何で使いたいかっていうと、最近ね、先輩なんかによく聞いているのが、亀山ダムとかで、小森プロが、推奨しているですね、レッグアーム、ゲイリー山本のレッグアームのフリーリグ、これがよく釣れるよ、ね。そんな情報をもとに、うちの仲間内でね、釣りなんかをしているところ、確かにね、レッグアームをこういう感じのフリーリグにセットして、で、ちょっと普段狙ってるとこより深場を、スピーディーに、探していく。そういう釣りの時にね、フリーリグってのがすごい今効いてるんですよ。で、その時に、でもあんまりゴテゴテしたくないな。結構その、シンプルで、なおかつ、テンポよく打てるような、そういったフリーリグね、使っていきたいなっていうところで、このね、超小型軽量のカシメがついている、こんな感じの、フリーリグ用のシンカー、これはね一つねすごい戦闘力になるんじゃないかなっていうことで、ここら辺がまず一番自分なんかだと、使いそうだなーなんていうですね、フリーカシメタイプね、こういうのがあって、あとはまあそのこういう感じで5つ目のねリグスベル作る時なんかにも、使いやすいですね、パワースイングタイプとね、あとライト、スイングタイプってね、こういう感じでね、増えていきますので、ここら辺はちょっと要チェックなんじゃないかなっていうことで、ね、なかなかちょっと、フィッシングショーとかね来年各展示会が、ないので、まあ、この動画の方でねこんなのが出ますよなんてね、ちょっと分かりやすく説明できたら嬉しいなと思って今やっております。じゃあ続きまして、はい